今日ご紹介するのはビーツを使った料理です。教えてくださるのは。おはようございます、ひでこコルトンと申します。よろしくお願いします。カリスマ料理家のひでこ先生はアメリカに住む日本人やアメリカ人のための料理教室を開いたり、ブログで料理を紹介しています。また日本の料理情報誌にも取り上げられるなど注目されています。そんなひでこ先生が今回の食材を調達しにマンハッタンにあるスーパーマーケットへ向かいました。今が旬って聞いたんですけれども、はい、旬の時ってどういう感じなんですか？そうですね、やはり旬なのでより通常よりもビーツの甘さを楽しむことができると思います。できるだけ硬くて皮がですね傷んでなくスムーズなものを選ぶのをお勧めしますね。深い赤みのある色を選んでください。今日ご紹介いただける料理の方を教えていただけますか？はい、ビーツの旨味を引き出したビーツのパスタになります。それでは早速ひでこ先生お願いいたします。はい、はい、材料なんですけれども、まずこちらがビーツですね。はい、でこちらがですねホールウィートのパスタになります。ゴートチーズ、ミント、そしてプロシュート、で調味料がこちらなんですけども、バターに塩に黒ごま、はい、そしてお水にオリーブオイルという感じです。まず茎、ここをですね取りますね。こちらですねひげのところを落とします。はい、これをオーブンで焼くんですけども、ビーツはですね調理方法はボイルしてもいいですし、はい、いろんな方法があるんですけども、はい、オーブンで焼くのが一番甘みが引き立つ方法としておすすめです。なるほど。ビーツにオリーブオイルをまんべんなくかけます。こうすることによって、はい、オーブンの中でオリーブオイルが熱くなりますので全体的にこう調理できるような感じですね。なるほど。ここで教えてひでこ先生、ポイントなんですけれども、ビーツは皮がついたままこういう形で焼きます。この方が旨味が凝縮できますし栄養価も包まれたまま調理することができます。はい、はい、水を加え華氏400度に熱したオーブンで1時間30分ほど焼きます。焼いている間にここで栄養価チェック。ニューヨークで栄養士をしている宮下さんにビーツの栄養価などを聞きました。ビーツは赤のほうれん草または食べる輸血とも言われていて鉄分がたくさん含まれております。貧血にとても効果的です。繊維もたくさん含まれているので便秘、腸の掃除にもとても良い野菜です。また肝細胞も刺激するので肝臓に良いとも言われています。ではですね、こちらが1時間半後に焼き上がったビーツになります。冷ましてある状態ですよね。そうですね、ちょっと見た目シワシワなんですけどこのシワシワが手で皮を剥けるのでちょうどいいんですね。はい、じゃあ早速剥いてみましょうか。はい、はい、久田さん手伝っていただいてよろしいでしょうか。はい、了解です。こういう感じで皮がもう皮が浮いてますね。はい、こういう感じで手が赤くなりますのですちょっとすごいですね。手は洗えばもちろんこれ綺麗に落ちますけれども、はい、お洋服とかにつくとちょっと落ちにくいので気をつけましょう。ですね、ビーツを小さく切ってフードプロセッサーにかけます。でフードプロセッサーがない方はプラスチックのバッグに入れられて、はい、こういうのでですね叩いてマッシュすることもできますし、うん、あとはマッシャーでマッシュポテトを作る要領で押して作ることもできますので。なるほどね。ソースを作ります。中火で熱したフライパンにバターを溶かして茶色くなるまで加熱します。煙が出てきましたが、これはですねブラウンバターといってちょっと香ばしさを出すためにですね焦がすような感じなんですけれども、黒ごまを入れ先ほどのピューレ状にしたビーツを入れます。塩、そしてパスタの茹で汁を入れよく混ぜ合わせます。茹で上がったパスタを入れソースと絡めます。あっという間に真っ赤に染まりますね。じゃあよく混ぜてくださいね。まるでこう練り込んで作ったかように、ね、見えると思うんですけども、こんな簡単にソースを混ぜただけです。お皿にパスタ、ゴートチーズ、プロシュート、ミントを乗せて、うわー綺麗、はい、ビーツパスタの完成です。ではいただきます。はい、いやおしゃれですね。なんて言っても色がねすごく鮮やかです。すごく。あ、これ
要するにビーツの甘さとあと塩少々っていう感じですよね。そうなんですね。すごい、そうとは思えないほどものすごくコクが深くて甘い、自然な甘さがすごく美味しい。ソースだけ作られて、で冷凍庫で、大体に3ヶ月ですかね。これはおすすめです。おいしい。今日は今は旬のビーツのパスタをご紹介いただきましたけれども、本当にこれ簡単で美味しくて栄養価も高く、さらに、おしゃれでおもてなしにぴったり、さらに作り置きができる、はい、そうなんです。本当におしゃれな主婦ならではのレシピですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。気に入っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。来週の今旬クッキングはニューヨークのトップシェフが同じくビーツを使ったローストビーツサラダをご紹介します。さて今日ご紹介したビーツパスタのレシピは FCI モーニングアイホームページに開設した追加情報満載のトゥデイズアイ特設ページ、トゥデイズアイプラスでご覧いただけます。